はい、皆さんこんばんにゃ。まさかまさかの4部作になってしまいました。どういうことかというと、もともとねこのレアな魚、期間限定のイベントキャラというかね、イベントボスですか、緑妖火の主と呼ぶんでしょうか。こちらもね何気なく釣ろうとしてね、今まで10ヶ月育てたキャラたちを連れてったらまさかの失敗しちゃったんですねっていうことがあったので、ね、前編中編後編ご覧になった方は分かると思うんだけど、まあ紆余曲折あったわけです。一旦はもう終わり、これで攻略法発見したぜって思いきやね、その後ね改めて釣りに行ったらやっぱ釣れなかったんですよね。安定して釣れないんで、もう頭に来たんで、星屑をね、秘伝でもないけど、あの星屑をね2万ポイント使いまして、星5の、釣り竿を2本買いまして、それをレベル20レベル、EV20EV18 までカンカンしまして、で当然ね、その他の、要素もね、マックスにして、であとメインのキャラに関してはね、あのなんだっけ、あの覚醒みたいなのありますよね、あの弾みたいな、あの弾も4つ突っ込んでね、もうめちゃくちゃなことになって、もう全てはねこのレベル80を釣るためでございます。じゃあ行きますよ。ポチッとな、絶対釣る。私はねこのミニゲームをやらずにこいつを釣りたいんです。ひたすら連打すれば釣れるはずなんだけど、でもやっぱり針、やっぱ糸は切れますね、やっぱりね。お、でもさ、あの前回よりは全然やっぱね敵のダメージのあの減りが早いですよ、うん、やっぱでも糸は切れるわ、やっぱり。お、でもあの前回はクリアまで確か3分ぐらいかかったはずが、まあ、かなり早いは早いですよ、うん、それはね星5を2本投入しましたからね、あの何覚醒ストーンも4個投入してるんでね、もう頭に来たんでね本当にもともとね可愛いキャラをめでたいっていうのでこのゲームをやってるのに、ね、なんで釣りしなきゃいけないのって、なんで釣りしなきゃいけないのってことになりましたね。まあでもそれだけね裏を返せばね、それだけなんだろうな、いろんな要素でね熱中できるのがこの FLO ファンタジーライフオンラインということもできようかと思うわけでございますが、なんとかちょっと若干苦戦はしたけどね、ちょこちょこ糸は切れてはいるけれども、これ1本ぐらいでクリアできるんじゃないかな。これミニゲームやるより楽ですよねこの方が。よし行け、ピョン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 、よっしゃい巨人いやー頑張ったそう、これぐらいだったらね、今どれぐらいクリアしましたかね。ちなみにね前回の動画をご覧になった方は分かると思うんだけど、確か3分ぐらいかかってひたすらこの連打で割とねあの糸が切れまくるんですよ。で一応その前回の動画ではクリアとはなってはいるんだけど、その後ねもう一回同じシーンを再現してみたらクリアできずにお魚がいなくなってしまったんで、まあ改善したよということでございます。じゃあねちょっと尺が若干ね、余っているようですのでね、まあ、私の釣りキャラを紹介しましょうか。じゃあせっかくなんで、やっぱねこのゲームっていうのは基本的にはロールプレイングゲームなんでね、今までその戦闘キャラ中心にね、まあアバターを中心に、現時点でねチョコハクちゃんとレルナちゃんとスノーちゃんっていうね、これがねうちのメインキャラということで、これはもううちの動画でもう何ヶ月もね、出てきてるということなんだけどね、ちょっと今回ある意味残り2分ほどでね、うちの裏方ですね、このねファンタジーライフオンラインっていうのはね、ただロールプレイングゲームでこう敵と戦うだけじゃなくて、その背景にあるね戦うためにはねいろんなね料理だったり、装備だったりいろんなものが必要だったよねって、でその必要な道具もね自分で作りましょうよっていうね、なんかこうなんて言ってるのかな、ただまあ直接的に最終的にやることは、まあ、おそらくメインはそのロールプレイングゲーム、まあ、戦闘ですよね、戦闘ってことなんだけど、そこに
つなげていくため の、 この裏方的なキャラがね、こういう例えばねシルビアちゃんっていうのがいるわけですね。ちょっと声とか出せないから、ね、せっかくだから。これね割とね人気のあるキャラなんですよ。鉱石を取りに行くの。はい。あで今発見したけどね、これこの声優さんは私が今並行してやってる別の某ゲームのこれヒロインですね。これヒロインですにゃんって言いたくなっちゃうけどね。何かしら。あすごいねやっぱ声優さんっていうのは。あ、ま、俺同じ人だって全然分かんなかった。これ某別ゲームのヒロインだね。これ今知ったよ。いやこういうね今想定今尺が余ったんでね、こういう釣りキャラ紹介っていうのやってるんだけどね。釣りのお誘いですか。今割とびっくりした。あのゲームと同じ声優さんでした。今日も釣り日和ですね。まあ人気声優ってことですね。私はね釣りキャラに関してはっていうかこの FLO に関しては全ての自分が使うキャラをお気に入りキャラで強いかどうか以上にその可愛いかどうかその見た目だったり声だったりっていうので一番に選んでんですよ。で、釣りキャラに関しては最初は実はこのアマネさんだったんですね。見た目が可愛いなと思って。でもね声がねあらちょっと違う、ちょっと違う。もう一回いきましょう。あらあらこっちがあらって感じですね。何かお祝い事ですか。まあ、悪いとは思わないんだけどね。でも私の好みから言うとね可愛い系が好きっていうことで言うとこっちの方が今日も釣り日和ですね。なんかこっちの方がいいですね。うん、はい、ということでした。ということなんでね、まあ釣りに関してもね今回レベル80の、敵と相まみえることで結果としてね私の釣りスキルってのは大幅に向上したかなということをお伝えして、皆様良いファンタジーライフを。それではまた寝る